指定暴力団山口組6代目組長の司忍こと篠田健一元受刑者は、今日午前5時50分、関係者らに迎えられ、東京府中市の府中刑務所から出所しました。配下の組員に拳銃を持たせた罪に問われ、2005年に最高裁で懲役6年の刑が確定し、服役していました。新幹線で新神戸駅に着いた篠田組長は、総本部に入る前に先代の組長らの墓参りをしました。警察当局は服役中に山口組のナンバー2の幹部らを逮捕・起訴するなどして組織の弱体化を進めてきましたが、トップの出所で再び活動が活発化する恐れがあり、警戒を強めています。篠田健一組長が品川駅に到着しました。これから本部のある神戸市に向かうものとみられています。東海道新幹線のグリーン車1両を丸ごと借り切り、組本部がある神戸市に午後0時ごろ到着しました。篠田組長は配下の山口組組員に拳銃を所持させた銃刀法違反の罪で実刑判決を受けて2005年に収監され、山口組はトップ不在の状態が続いていました。組員が出迎える中、神戸市の山口組総本部に帰ってきました。玄関には赤いカーペットが敷かれ、篠田組長は10人ほどの関係者が迎える中、何事か言葉を交わしながら中に入りました。篠田組長の出所で山口組が活動を活発化させる恐れがあり、警察当局は警戒を強めています。